日本ハムファイターズ、今年二遊間誰が組むんだというところかなり注目されていましたけれども、まあ、開幕戦からの二遊間がついに確定的となってきたということで見ていきたいと思います。まずは昨年のセカンド事情から見ていきます。セカンドは加藤選手が31試合最も多くスタメン起用されて、続いて石井選手が20回、上川畑選手が17回、奈良間選手が15回、水野選手と福田選手が8回とような形でスタメン起用、まあ、かなりばらけましたね。加藤選手はレンジある守備範囲を表す数値っていうのがマイナス 2.9 と守備範囲にかなり課題がありました。一方バッティングはパンチ力あって、まあ、結構ホームランなんかも出たんですけれども、まあ、セカンドでの起用になるとちょっと守備不安かなっていう印象があります。そして石井選手と上川畑選手、この2人に関しましてはセカンドの守備賞プラスなんですけれども、打率で見ると石井選手が1割6分9厘、上川畑選手が2割1分2厘と打撃面で大苦戦してしまいました。そして奈良間選手もセカンドで15試合スタメン出場ですけれども、セカンドの守備賞はかなり大きなマイナスの数値となっていて、打撃に関しましては中盤以降で上向きとなったので、まあ、結構最後スタメン起用なんかも多かったんですけれども、まだレギュラーっていうような感じは、まあちょっと守備であったり、まあバッティングの安定感、まあそういったところ総合的に含めてまだ厳しいかなっていうところですよね。結局シーズン終わるまでレギュラーの決め手にかけて、まあ、二遊間が流動的になってしまった、まあ、特にセカンドなんか流動的で、まあ、そういったところが最下位の要因の一つにもなっていました。まあ、そういった状況がセカンドだったわけなんですけれども、昨年のショート面白いデータがありまして、こちらも見ていきたいと思います。昨年のショートですけれども、上川畑選手が72試合、奈良間選手が35試合で、まあ、この2人で100試合以上スタメン起用されています。そして水野選手とハンソン選手が7回、細川選手が6回、まあ、これが主なショートのスタメン起用になっています。上川畑選手は1年目は攻守に活躍したんですけれども、2年目レギュラーがっちり掴むかと思ったところ、まあ、エスコンのグラウンドにも苦戦したというところもありまして、守備賞っていうのが大きなマイナスとなってしまいました。そして打率で見ても2割1分2厘ということですね。まあ、上川畑選手2年目レギュラーがっちりというところまではいきませんでした。そして奈良間選手に関しましては守備賞セカンドではかなり大きなマイナスである一方、ショートでの守備賞っていうのは、まあ、上川畑選手を上回っていて、バッティングを奈良間選手中盤から後半にかけて上げてきたということもあって、まあ、結構中盤から終盤にかけてショートでのスタメン起用っていうのも増えていきました。そして水野選手に関しましては、まあ、昨年も攻守に課題が残って、まあ、細川選手はやっぱり、まあ、スローイング面ちょっと不安あるなっていうところですし、まあ、バッティングの安定感っていうところもそうですね。まあ、ハンソン選手もなかなか結果を残せず退団ということで、まあ、セカンドと同様、まあ、ショートの方が上川畑選手、奈良間選手が、まあ、かなりスタメン起用されたというところではありますけれども、まあ、なかなか絶対的なレギュラーっていうのが決まらず、まあ、下位打線も結構苦しんだというような印象があります。まあ、そんな中、ようやくショートが固まってきたということで、こちら見ていきたいと思います。今年まずは開幕戦ショート水野選手でスタートしていくんじゃないかというところを大体固まりかけていますよね。昨年は31試合の出場で1割6分1厘、出塁率2割1分3厘、OPS481 に終わっています。ただ今年はオープン戦で11試合の出場3割2分3厘、出塁率3割6分4厘、OPS880 と、まあ、ショートの選手としては本当に文句ないバッティングの成績になっています。そして2軍では1年目から2年目にかけて成績を上げて OPS748、 ホームランも4本ぐらい出ていますので、やっぱり小さいながらもかなりパンチ力がある選手っていうところは間違いないと思います。まあ、新庄監督も本当にキャンプ当初から状況に応じたバッティング、エンドランとかも含めて、まあ、そういったところがちゃんとできているというところであったり、あとはベンチプレスもまあかなり上げられるということで、まあ、新庄監督はもう俺より上げられると、まあ、そういったところもかなり評価していて、まあ、結構今年株が上がっていった選手です。オープン戦でも二塁打をかなり打っていますので、まあ、こうして長打が出るっていうところはかなり評価できるポイントですよね。上川畑選手が故障で離脱したということもありまして、ショートはもう水野選手、まずはま確定的というような感じになってきそうですね。守備に関しましては確実性の面とか中心に、まあ、ちょっと不安要素はあるんですけれども、まあ、やっぱりバッティング面ポテンシャルとかも含めて、まあ、かなりここから期待したい選手です。昨年はショートでの出場っていうのもまあかなり少なかったですし、トータルでも31試合しか出場していない水野選手なんですけれども、まあ、今年は開幕スタメンつかみそうということで、昨年からの戦力の底上げっていうところを期待したいですね。では続いてセカンドに関してもほぼほぼ確定してきたんじゃないかというところで、こちらも見ていきたいと思います。今年セカンドに関しましては、まずは石井選手で今のところ決まりかなっていう感じですね。
昨年は36試合出場して1割6分クリーン、出塁率2割8分クリーン、OPS 542とかなり苦戦しました。ただ今年はオープン戦で10試合出場、打率はちょっと落ちてきて2割4分ですけれども、キャンプの時から実戦でコンスタントにヒットが出ています。2022年は2割3分6厘、ホームラン6本、出塁率2割8分4厘、OPS 663と、二遊間の選手であれば合格点というような成績を残していました。そういった成績もあって昨年はレギュラーを期待されて開幕スタメンで起用されたんですけれども、結果を残すことができずに出場機会が減少していって、結局終わってみると36試合しか出場できなかったというようなシーズンに終わっています。オープン戦ではやっぱり守備打撃ともに安定感っていうのが見られまして、二遊間争っている選手、若い選手がかなり多いんですけれども、石井選手は中堅の選手でかなり経験も多い選手なので、だからこその安定感っていうところが見られていますね。そして奈良間選手が、オープン戦でまだノーヒットということもあって、セカンドの候補でもあるんですけれども、結局は現状石井選手がセカンド、開幕スタメン入っていきそうかなっていう感じで固まってきていますね。石井選手はもう年齢的にもそうですし、年数的にもそうですし、本当に今年最大のチャンスが来ていると思いますので、ここでなんとか結果を残さなければっていうところで、なんとか今年期待したいと思います。では続いてですね、セカンド石井選手、ショートに水野選手、この2人で決まりそうな一方、この2人の選手を起用していく最大の不安点というところもありまして、こちらも見ていきたいと思います。水野選手と石井選手、この2人を起用する課題としては、まず石井選手、昨年オープン戦で3割7分8厘、OPS 951と本当にものすごい成績残していたんですね。なので開幕戦でスタメン、そこから数試合スタメン起用されたんですけれども、結局開幕してからはなかなか結果を残すことができずにスタメン起用が激減してしまいました。そして水野選手も1年目いきなりオープン戦で打率3割を超える成績を残しました。こういったところもあってかなり注目度高くて、ショート本当にいい選手入ったぞっていう感じで、開幕スタメンで起用されたんですけれども、結局開幕後に大失速してしまって出場機会っていうのがなかなか増えていきませんでした。石井選手、水野選手ともに、春これまで結果を残したことっていうのはある選手で、春だけで終わらない、開幕スタメンを取るところで終わらずに、そこから継続的にレギュラーをしっかりと守っていくと、ここがものすごく重要になってきます。昨年日本ハム2年連続の最下位となってしまったわけなんですけれども、二遊間の選手っていうのがちょっと苦戦してしまった、固定しきれなかったっていうのもありますし、そういったところで最下位につながってしまった部分っていうのも結構大きいんですね。二遊間の選手の守備の安定っていうところももちろんですし、やっぱり現状下位打線に二遊間の選手が入るケースっていうのが多そうなので、下位打線が、キャッチャーも含めてですけれども、7、8、9とかこういったところの打線が弱いと、いくらピッチャーが安定していてもなかなか勝ち星重ねられないということで、今年二遊間がキーポイントになってくると思いますので、期待していきたいと思います。以上です。